徐々に愛を育んだということですね。はい、こんにちは、ジョンです。エリです。まずはチャンネル登録者数500人おめでとうございます。いきました、おめでとう。ついにありがとうございます。ありがとうございます。やったね、ついに。これからも頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。お願いします。はい、今日は500人記念で馴れ初めをお話ししようということを、はい、毎回ジャンさんと話していたので馴れ初めをお話ししたいと思います。はい、じゃあまずは出会いからね。はい、出会いはどこですか？出会いは専門学校です。はい、何の専門学校なんですか？僕たちは、理学療法士っていう病院でリハビリをする仕事、はい、それになるための専門学校です。そうですね。でちなみにね、入学時期が一緒とか同じクラスっていうわけでもなくて、そう自分が夜間部で4年間、うん、でエリが中間部で3年間で資格が取れるっていう、そうなので入学は自分が1年早いっていう感じで、なおかつ昼の生徒と夜の生徒なんで全く接点がないっていう、ね、そうっていう状態でした。っていうわけで最終学も年まで全く存在を知りませんでした。そう、全然知らなくて、ね、ただこの最終学年になった時にちょうど卒業時期が一緒になるから同学年っていう扱いになるので、国家試験勉強のためにお互いこう合同で勉強とか、うん、ちょっと増えるんだよね。そうするようになって、そこでちょっと知り合ったって感じ。ちなみにその最終学年の時一応知ってたの？英語こと全くやばいな。全くだって周りみんな現役で入ってきてる子たちだから、ね、現役生っていう子たち、ね、こっちは社会人だから、ね、もうみんななんか同じ顔に見えるしそう言ってたな。特に女の子とかもいっぱいいるからもう分かんないし誰が。そうだね、うん、ちなみにだけどエリはジャンさんのこと知ってたよ。そうなの？そうよ。夜間部の現役生の中に混じってる社会人が一人だけいたわけさその社会人がジャンさんだったからなんかチャラチャラしてるなってめっちゃ思ってた。現役の子たちと遊んでる子とか多かったから、なんかブリー若みたいなそういうこと、ね、社会人じゃなかったっけみたいな確かに。でそれから仲良くなったきっかけ、うん、としてはそのジャンさんがさっき言ったみたいに現役生の子たちと勉強してたから、うん、で今その現役生たちと仲良かったから、その現役生とエリが喋ってたりするのでジャンさんもちょくちょくそう、ね、話すことが増えたみたいな感じじゃない、うん、でそっからなんかちょっと勉強をちょっと一緒にしたりとかそういう機会があった。でただその時は普通にも勉強だしてる現役生の一人っていうだけであって、はい、でそのままその勉強とかして2月3月に国家試験があって、でお互い無事合格できて、で3月にね卒業式を迎えて、ね、はい、エリは沖縄県外に就職が決まってて、セイタさんは卒業して5日後に交通事故にあって、そうすごい大きい顔を負ってたわけですよね。そうみんながこうめっちゃ遊んでる3月の時期にちょっと入院してるっていう、結構大怪我だったんじゃん。結構大きいね、ほんと生きててラッキーだったねぐらいの事故だったから、脳出血とかね、肺にも穴開いたし、両顎も折れたしみたいな、なんかもうひどかったんだよね。まあそれでねエリ内地行って、そこから別に特に連絡取ることもなくて、何もなく過ごして、で自分はこの交通事故があったからちょっと遅れて、まあ就職してって感じで、エリがなんだかんだ沖縄に帰ってきたんだよ。沖縄に帰ってきた、もうお仕事辞めて、ね、で次の仕事探さんといけんから、はい、次の仕事探すってなって、でその間になんか帰ってきたからいろんな人会いたいなと思って、あそういえばジョンさん事故ってたけどどうなのかなと思って、なんか調子どうですか、飲みに行きませんかって言って、うん、共通の友達、そうね、何名かと一緒に、そう飲みに行ったんだね。そう田倉医療ね、会ったって言ったら帰ってきてます。そうだね、うん、ちょうどその時多分自分が前の奥さんとちょっと離婚の話をしてる時で、そういう相談とかもその時にしたりとかね。そうね、ちょっと聞いてたね。そうとかして、で自分はまあ離婚してみたいな感じなんで、で、まあ、その相談をちょっと聞いてもらったから、離婚した後にお礼っていう感じで兼ねて飲みに行ったりとかするようになって、ちょっと仲良くなってきた。そうだね、喋ることが増えたって感じだね。そういうなんか深い話をすることが増えたみたいな感じ。確かに。どっちかといえばエリもなんか仕事のことで結構悩んでたから、そういろいろ考えることはあったから。そうだね。その時のなんか気持ちはどんなだったの？なんかどうだったの？その時の気持ち？そうじゃあね、友達として普通に飲みに行ってる時は別になんともない。あ、全然なんもない。年下の子は何、恋愛対象だったの？
いや恋愛対象とか考えたことなかったな、まあ、正直こっちはお前離婚のことでそこにそう意識が俺は向いてたから、そういう次の恋愛とか何も考えてなかったから、そうそう、そんな時は正直何もなかった、うん、俺は。エリは何だったの？何もないよ、だって結婚してるのに。でもでしょでしょ、何もない年上の人、年上の人、なんか先輩ってこと？そうそう、先輩でさ相談しやすいっていう感じ。じゃあお互いそこまでも全く恋愛感情なしだ。で、そこからどうやって恋愛になったのって話なんですけど、そうだねやばい、緊張してる、なんで分からん今日緊張してる、めっちゃだからね、珍しい。そこからどうやって恋愛感情を覚えたのかっていう。で、離婚した後に飲みに行くようになったりして、うん、でもなんかこう、一緒に飲んだりとか話す機会が増えていって考え方とかが合うところが結構あって、うん、なんかいいなって思うとこはあったけど、うんうん、なんか付き合うとかそういうのではないのかなとなんか思ってて、結構年齢差があったっていうのもその時は多分感じてたと思うけど、うん、もし付き合ったらなんかこんなこともわからないのみたいな、こうちょっとバカにされるんじゃないかとかやばいだろ、イメージね、うん、は思ってたところもあるから、はいはいはい、おじさん扱いされるんじゃないのかって、年下だしみたいな、そうそうそう、はいはい、っていうのもあったけど、まあでも一緒にやっぱいる時間がなんか楽しいなって思うことがやっぱあったから、うん、そういうことをね、エリーに伝えたんだ、うん、こうやってなんか一緒にいる時間が楽しいし、もっと一緒にいたいなっていうのを伝えたら、うん、エリーも同じ気持ちいいっていう感じだったんだけど、恥ずかしいエリーはその時どんな感じだった？年の差があることに関しては、なんかエリーはまずそもそも年の差とかっていうところじゃなくて、人、その人自身、うん、見てるっていう部分はすごくあるから、あまり気にしてなかったっていうのは、はい、あ、好きみたいな、ちょっとかもしれないみたいな、うん、なってきたのはやっぱこの喋ることが増えて、あ、はい、そう、なんかすごい自分の今までにない発想をすごい持ってる人っていうか、わかる？いや、わかんない感じだわけさ、はいはい、だからなんか自分の世界が広がる感じが、もうジャンさんと話してるとめっちゃそんな感覚があって、はい、すごい引き込まれるものが何かあったって感じ。そう、それは好きって感情だった。そうだね、だからそんなのが分からなくて、マク。ああ、そうだね。でもただ考えてる時間は多いなっていう。ああ、はい。どうも好きなんだろう。いや、どうなんだろう。まあ、似たような感じでしょ。好きか分からんけど一緒にいたいっていう気持ちが。そう、なんか楽しいよね、この時間っていうのがめっちゃあったけど、でもなんか、違うんじゃないかな、どうなんだろうなみたいな。で、なんかそのさっき言ったように自分から話して、お互いにそういう一緒にいたいっていうのが多分自分なかったし、エリの中でもそういう感じの、びっくりしたわけさ、気持ちが なんでジャンさんそんなこと考えてたの？で、その話して、なんかじゃあお互いで話して付き合ってみようかって感じだったんだよね。だからどっちから告白っていうのはあんまりない、告白もないね、なくて、告白する今いいしないしないってひどいっていう感じだったんだよね。それで付き合って、そんな特に周りに付き合ったよみたいな、なんかね、報告するとかっていうわけではなかったんだけど、ね、俺もこのね、離婚した後とかもあるから、別にそんな大々的になんか言うわけじゃなかったのに、そう、YouTube してる、 YouTube 北岡さんが YouTube 始めようって言ったから、そうそう、始めて、全国的に公開するっていう、そうね、まあでも、こういう機会が面白いから、500人増えたしね、そうね、自分なんかのなるさめはこんな感じです。なんか面白いとかでも何でも普通で、そうそう、ほんと普通の感じ、なんかすごい運命的な出会いがあったとか、うん、でもなくて、ほんとにもうなんか徐々に徐々にっていう感じだったかな、うん、そうですね、徐々に愛を育んだということですね。自分で素敵ですね、ユウさんは自分たちのことなんだから、まあね、今回 YouTube500 人の登録者もいて、まあ、動画もね、徐々に増やしていって、はい、これからもオレンジの傍らで頑張っていきたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします、ぜひ応援よろしくお願いします、はい、あとコメントもお願いします、チャンネル登録もお願いします、はい、はい、高評価もお願いします。なんで一個一個言うわけだからさ。じゃあ終わろうね。いいよ、はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今日の動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。せーの、フレッシュ。おもろ、はい、だろ。終わり。今回友情出演の花子さんです。やばい。